皆さんこんにちは、柿澤勇人です。たった今7月29日をもちまして、全6回公演が全6回ありました。スリルミー千秋楽を無事終えることができました。おかげさまで、今日の公演は最後はもう皆さんをオールスタンディングオベーションで、温かく迎えていただきまして、そうですね、初日を迎えてから今日の6回に至るまでも本当に僕たちも毎日、松下君と、ピアニストのパクさんとですね、話し合ってこう本当に上向きに上向きに芝居が、上り調子というか上がっていって、今日本当に盛り上がっていただきました。本当に幸せです、嬉しいです。ですね、でもですね、この感動を、来月8月の8日に、大阪梅田のサンケイブリーゼというところで、また旋風を起こしたいなと思ってます。皆さんどうぞ、大阪にいる方も大阪近郊の方も東京の方もですね、皆さん、どうぞいらしてください。1回しかないので、応援よろしくお願いします。今日で、終わったんですけれども、また明日から僕の新たな俳優人生、俳優生活が始まります。一番近いのは今大河の撮影がしているので、またもう今週くらいから撮影が入ってきます。そうですね、そして9月の16日日曜日にはですね、なんと柿澤勇人初めてのファンイベント、ファンミーティングをですね、開催いたします。もう楽しみでしょうがないです。多分グダグダになるかなと思いますけど、ちょっとでもですね、楽しんでいただけるように素の、僕柿澤をですね、見に遊びにいらしてはいかがでしょうか。まだ詳細は決まってないので、これ今後ですね、追っていろいろアップすると思うので楽しみにしていてください。それではこれからどんどん暑くなりますので、体調管理、水分補給の方をですね、しっかり怠らないで僕もこの夏乗り切れるように頑張ります。またお会いしましょう。